まずはじめに豚肉です。今日はこま肉を使っていきます。軽く全体に塩コショウを振っておきましょう。続いてきのこ類です。石突きを落としてしめじ、舞茸は小房に分けてください。今日はしめじ、舞茸、エリンギを使っていますが、お好みのきのこを3種類ぐらい入れていただければ美味しく出来上がります。舞茸は色が悪くなりますけれども、とても味が出るので今日は使ってます。色を白く仕上げたい方は他のきのこに変えるとまた色が白く仕上がります。エリンギは小房にできないので、このように切り込みを入れて手でさばいておきます。フライパンにバターを温めて溶かしていきます。少し溶けたら、ここに薄切りにした玉ねぎを加えて炒めていきます。焦げないように気をつけてください。玉ねぎは焦がさないように、甘みが出るように透き通るまで炒めてください。少ししんなりして透明感が出たら、豚肉ときのこを炒めていきます。このように肉が剥がれてきたら、まだ赤みが残ってても大丈夫です。きのこを加えていきます。ここできのこもしんなりするまで炒めていきましょう。水分がなくなるようでしたら、お水を少し加えてください。このようにしんなりしたら、ここに小麦粉を振り入れます。小麦粉を入れたら、水分が出ているので手早く混ぜるようにしてください。全体にしっかりなじんだら、ここで分量の塩を加えます。全体によく混ざったら、ここに酒と水を加えていきます。一度煮立たせてください。煮立ったら蓋をして弱火で5分ほど蒸していきます。ここが今日のポイントです。蓋をすることで肉がふっくらと仕上がっていきます。5分ほど経ちましたので、ここで生クリームを加えていきます。生クリームは少しずつ加えて、とろみを確認しながら加えていきましょう。少し火を強めていきます。ここでとろみが出るまでゆっくりと混ぜてください。味を見て塩コショウで味を整えて、器に盛り付ければ出来上がりです。きのこの旨味がたっぷりと詰まった代表的なロシア料理です。お好みでご飯やパンと一緒にお召し上がりください。